コンパクトな街をリノベートして実践していく、実際そのような事業というのはおそらくあまり過去の例が多くないんじゃないかと。須崎市と高知信用金庫が会見で発表したのは海の街プロジェクトです。須崎の街を文化や自然、歴史を生かしながらリノベーションします。高知信用金庫は創立100周年事業として2億円を助成するなど資金面でバックアップします。具体的には来年5月浦の内にアウトドア施設ロゴスシーサイドパークがオープン。キャンプ場やコンテナハウスを備え、カヌーやサップなど海上スポーツを楽しめる施設も整備します。また魚市場は観光できるように建て替え2024年にオープン。2026年には複合型の図書館を新設します。箱物をどんどん作って街を違う街にしていくということではなくて、須崎の今を大切にエモーショナルで、素晴らしい街であることを生かしながらリノベーションをやっていく。プロジェクトには産学官が連携し、高知大学や須崎総合高校が技術や知識面で協力していきます。